はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは祝、ナンバリング1000本目の動画ですね。シャロドラ1000本目の動画。で、ナンバリング今までつけてました。特に理由はなかったんですけど、つけてました。で、ナンバリングはね、今後はつけなくなると思います。まあ理由として、まあやっぱタイトルにナンバリング入ってると見づらいんですよね。表記される、表示される文字数が決まってるので、ナンバリングの分だけ文字数がね、後半潰れちゃうってことを知ったので、はい。ナンバリングが今後は少なくなりますが、まあ、とりあえず記念すべきね、1000本目というわけなんで、今回ね、やっていくのは、まあ、長く残る動画もいいかなとは思ったんですけど、やっぱりみんな、今、リアルタイムで、今知りたいことが多いと思うので、今回やっていくのは、まあ、ベスト10、順位をつけるわけではないんだけど、個人的な中型ベスト10。中型の、まあ、壊れキャラって言ったら極端ですけど、まあ、超強いよって言われてるキャラたちの、トップ10。それぞれをね、トップ10、ベスト10。それぞれをね、話していきながら、キャラのね、評価を話していけたらいいかなと思います。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、まあ、早速やっていくんですが、よいしょ。まずですね、まあ、何のキャラが、10位以内に入るのか、まず、ざっとね、紹介します。アリンコ。アリンコです。そして、ヘッジホック。アリンコ、ヘッジホック。チビドラ。スライム。これで4ですね。フェアリー。これで5。そして、カマキリ。これで6。そして、実はネズミが入んないんですよね。チビホア。これは7かな。スケ。これで8かな。フランケン。これで9。すいません、ちょっと1体言い忘れたんですけど、ベビーですね。はい。これで10体になります。この10体が、現環境、マジでやばいと。はい。アリンコ、ベビー、ヘッジホック、チビドラ。スライム。そして、カマキリ。どこにいるかがわかんないんだよな。チビホア。スケ。あれどっか行った？もう一体。フランケン。あれもう一体どっか行った？もう一体どっか行きましたね。どこでしたっけ？あ、フェアリーだ。フェアリー。はい。この10体になります。まあ、他にも強いキャラはいっぱいいます。ただ個人的に自分の思う、トップ10というか、ベスト10というか、まあ、まあ、この中で一番強いのは何って言われちゃうとちょっと難しいんで、各キャラの評価を話していきますので、その中でもしこのキャラ気に入ったなとか気になるなってキャラがいれば、育成するのもありかもしれません。はい、というわけで、まず上からですね、アリンコから話していきます。まず、アリンコ。このキャラはですね、まあ、スキル10でも普通に強いですよ。まあ、もちろん11の方が強いですけど、このキャラのいいところは、まあ、1体目のアリをどこで使うかがとても大事で、1体目は結構捨てる感じで使ってもいいんですよ。アリの巣はですね、最大これチームで3個もあるって書いてあるじゃないですか。まあソロで考えていただいたらわかりやすいんですけど、まあ1回で3回しか潜れないんですよ。巣穴を1回まで作る。巣穴を作らないと潜らないんですよね。つまり、4体一気に同時出ししても4体が巣穴を作って奥に行かないんですよ。なので3体までしか行かない。かといって、最初の3体ババババって切って、女王アリを取っとくのはマジでもったいないんですよ。女王アリはすごい性能が強いので、必ず3体出しとか2体出しの時に女王アリを混ぜたいんですよ。なので、1体目のアリンコはそこまで使わないことが多い。もしくは捨てるように使っちゃう。なので、もし足キャラが手札にいなければ、開幕の砦合戦ですぐにアリンコ1体目だけ切るとか。砦合戦で、まあ、砦を取れるならば、アリンコ1体目だけ砦裏に1個出しておいて、巣穴を通しておく。で、砦裏のキャラに対して、まあ、マタンゴを送ったりとか、迎撃キャラを送ったりとか、まあ、そういう嫌がらせをする。それが強い。そして、大型戦が始まったりした時に、大型に当てるように、裏側に当てるように、まあ、射程を考えて、スキルの距離を考えて、一気に連続出しして、一気にドン、ズバズバズバン、ズバズバズバン、砦スパーン、みたいな。のが超強いんですよね。これがですね、1コスの性能ではない。マジで。女王アリなんかみんな1コスの性能じゃないよって言うじゃないですか。まあ、実際そうなんですけど。まあ、ただ、まあ、女王アリ以外は1コスの性能だよって。1コス以下の性能だよって。いう話も聞くんですよね。ただなんかもう、
このキャラは仕事が極端なんですよ。やれる時の仕事を一気にドンってやったら本当に止まらないんで、マジでエグいキャラです。超強キャラ、むっちゃけ下放されてもおかしくないぐらいには強いです。はい、足キャラが欲しい方っていうよりは、砦を一気に奪って大逆転する、ゴリゴリに攻めたい人にはおすすめのキャラです。で、次ですね、ベビー。このキャラはですね、ちょっと敷居が高い、ダメージを受けて反応するタイプのスキルなので、しっかりと装備が作れる。団子を振るとか、底力を振るとか、金バッジを取るとか、いろいろありますけど、アビーチをつけるとか、スキル発動率も大事なので、そういうことができなければ、正直微妙なんですが、まあ、それができる前提で話してしまうと、めちゃくちゃ強い。まず、高耐久、3コス3体高耐久、約 HP2000。約 HP2000 あって、まあ、これ激レア出たら多分2000いきますね。約、だいたい2000ぐらいかな。1900後半ぐらいいくと思うんですよね。90いくつとか。で、まあ、1036でしょ ?933?多分933の 3% でしょ。で、サンクサンクサンク、ん ?933? サンクサンサンなのか。279、228か。だから1997かな。激レアが出たら。まあ、わかんないですけど。はい。出ると思うんですけど、まず耐久値がめちゃめちゃ高いのに、まあ、受けて反応して超高火力で、で、広範囲だし、しかもアンチキャラが多い。一部の4コスキャラ、まあ、エルフや、チビドラ、チビブルですね。で、そして、迎撃キャラ、まあ、キラービーとかもそうですね。ユキンコとかも。さらに、昇竜は、これはあれか、チビ系か。チビフォアにも強いよ。で、パンダにも強いぞ。はい。もう、アンチが豊富すぎて、ね、もうかなり削ってくれる。でも、こういう時はだいぶ安心できるみたいな。そして、アンチじゃないキャラだとしても、倒せるキャラがいなかった場合、このキャラはもう本当に倒すのにすごい苦労するんで、でも相手が、チビフォア、チビドラ、手札がチビフォア、チビドラ。まあ、エルフもいるけど、まあ、札強いな。まあ、ベビーきついなって思った時にベビー来たらもう終わりみたいなレベルなんで。このキャラは、しっかり育成できるならばマジでバグです。ただ、グズルが11か10かで結構話変わってきて、11によってやっぱ多くのキャラやれるやれないとかもいろいろ変わってくるので、まあ、もしやるならばしっかりと究極にした方がいいですね。中途半端であるならば微妙。壁にもなるのに火力が出る。広範囲に。まあ、なんだろう、倒してくれるってよりは削ってくれる。で、アンチは倒してくれる。そんなイメージで、一体で孤立させないで、他のキャラも一緒に合わせてあげる。それができればかなり強いと思います。はい。そして次ですね。ヘッジホック。今ね、育成途中ですがやってます。ヘッジホックですね。こいつはマージでも、今回ね、多分紹介してるキャラ全部強いって言いますけど、それはもう強いキャラを紹介してるんであれなんですけど、出したら止まらないんですよ。メディウム、マメ、プリキュア。メディウム、マメ、プリキュアはマジで苦手なんですけど、それ以外のキャラに対して強すぎる。もうアンチキャラ早く増やせよって感じなんですけど、本当に強いんですよね。で、今流行ってるトレガとか、まあ、トレガじゃなくてもそうですけど、大型とかもボコボコに殴ってくれるんで、中型とかも、もう装備フルにしてるとワンパンしたりとかもしますし、自動発電で。もうやばいっすね。トレガとかうまくいくと1体で倒しますしね。まあ、うまくいかなくても2体で倒せるんで、かなりヘッジホックは熱いキャラですね。自分は今更なって育ってますけど、もう出されて一番困る。個人的に。個人的に出されて一番困るキャラナンバーワン。1番って2回言いましたけど、はい、そんな感じですね。メデューサだ、マーメイドって状態異常じゃないですか。それをまず手札に入れるのかって話がまず一。そして、プリキュア、状態異常じゃないですか。それじゃないと止まんないんですよ。それ以外のキャラはもう全部フリーみたいな。まあ、それが強すぎる。困ったら育てればいいと思います。このキャラは、どのキャラが苦手だから育てるとか関係ないです。育っときゃ間違いないです。はい。そしてですね、4体目ですね。チビドラ。チビドラさんですね。このキャラも、だいぶやばいです。まず、高耐久、体力2282ってマジ意味わかんない。防御力2000って意味がわかんないし、防御力とか特に大型だからね、これね。大型の防御力超えてますからね。はい。で、火力も高くて、まあ、高ステータスの4コス、ザ4コス、そして射程が長い。で、火力がやばい。で、さっき言ったかな。ではやっぱ大型も狩れる中、今流行ってるトレガもボコボコンできると。で、カタパとかもボコれますし、もうなんか文句の付けどころがないんですよね。このキャラ持っときゃ間違いなくて、必ず引いてもいいぐらいに強いんですよね。ベビーとか、まあ、エルフとか苦手なキャラはやっぱいますけど、いても関係ないかなって。ベビーエルフを倒せるキャラ引けばいい。こいつはもう必ず手札にいてもいい。こいつ持っとけば砦裏に困ることもないし、対空もできるし、砦も殴れるし、大型も狩れるし、必須って言ってもいいと思います。それぐらいやばいです。
なんか手札がこうだったら育てる必要ないですかっていうのはないですね。絶対育てていいと思います。はい、で次ですね、スライム、もうこれはもう散々ですね。あのずーっと強い強い言われて未だに強いスライムさんもザ万能、もう本当に文句のつけどころがないスーパー万能キャラですね。スライムさんはですね、やっぱ1コスで1コスの性能してないので、あのでゲーゲキ空対空持ちで増えて火力になって重ねの土台になると、もうなんか最強。はい、スライムはこいつは必須キャラですね。あの迎撃キャラ何を持ってたらスライム育成しなくてもいいですかとかはないです。持って損はないので絶対やっていいと思います。はい、続いてですね、フェアリー。なんで最近フェアリーなのかって話なんですけど、まず回復力が終わってるんですよね。めちゃめちゃでかい。で、あのこのキャラは育成の敷居が低い。はい、今 HP これ最後の200枚装備作ってないんですよ。でも D1 持ってるんですよね。そうするとこのステータスで大砲一発耐えます。2発撃たないと死なないんですよ。もうその時点で強いじゃないですか。で、さらに、回復力ですね。敷居が低いっていうのは、例えばこれレベル35にして底力振ってもいいと思うんですけど、まあ、HP とか防御力はもうこれ以上作んなくてもいいんですよ。200枚装備とかも作んなくていい。だからメダルが節約できて、でさらに、まあ、攻撃力に団子だけ振れば最低限の働きしてくれるんですよね。でこいつに鱗粉された大型が回復力がやばすぎて、あの金バッジとかで鱗粉11で攻撃力マックスで回復とかするともうエンジェルと同じぐらい回復したんですよ。なのに1コスで早くなる、やばいですね。しかも後半とかやべえ、これ点差ならないかな、守られるかな、はいフェアリー早すぎる、はい点差で点差どころじゃない干渉みたいな、それぐらいやっぱ働ける。ソロでも超強いです。もちろんマルチでも、マルチの方が強いですけどソロでも超強い、そんないいキャラですね。このキャラは今支援系のキャラの中であの一番熱いと思ってます。はい、で続いてですね、カマキリ。ずっと強いっすねこいつは、本当にずっと強い。もうなんかもうまず迎撃を持ってこれちゃうんですよね。カニしかり和道しかり、もうこれが本当に壊れてて、アビマドだろうが、まあ、アビカニはあんま出てこないですけど、アビマドだろうがね、カニだろうがね、金カニだろうがね、全部引っ張ってスパーン引っ張ってスパーンみたいな、いやいやいやって流しキャラ怖くて後ろ守ってんだけどみたいな、でも全部ヒューンスパーン引っ掴みスパーンスパーンみたいな、もう本当に強すぎて。で別にカマキリその迎撃キャラ以外のキャラも持ってこれますし、で火力が高いし流し性能強いし、もう最後後半流したら止まんないし、あの結構攻撃力高くて攻撃回数も速いから、城削る速度も速いのに射程結構あって、もう文句のつけどころがない。魔導と射程同じなんで、超強いですね。まあ、今後このキャラが弱いって なるのはあくまでも予想ですけど、魔導カニが掴めなくなったら弱いと思います。弱くはないか、ただやっぱ魔導カニを倒すためにボックスに入れるって感じのあれはあるので、はい、まあ、そこがやっぱ出てくるのかなって、そこ次第かな。まあ、とりあえず超強いですよ。で続いてですね、お次はチビホア。はい、個人的に一番壊れてるんじゃないかみたいな 1,2 を争うぐらいの壊れキャラと思ってます。まあ、空を飛ぶ、はい超強いです、無敵です。雷だったらね必中かもしれないですけど、まあ、ゼウスの行かずちゃったら必中かもしれないですけどね。あの地上攻撃は全部効かない、もう空飛んでる最中を索敵されない、あえてどっか行く、火力高い、ここまででもやばい。一番やばいのはサイクロンでその位置に敵がずれること、これが本当に終わってる。特に、まあ、そこにまとめて一掃するのも強いんですけど、一番やばいのがサイクロンで大型のラインをずらして流せるところ、あれがマジで本当に、本当にやらかしいんですよね。まあ、あれで大型無効化されちゃって、サタンとかテングとかね、ナスとかもできますけど、まあ、あれが本当にかわいそう。まあ、あれされたら無理ですからね、やられてる方は。まあ、それがすごい強い。で、その後火力でね、大型削ってくれて、うまくいったら倒してくるし。何も文句言えん。超強い。超強いです。しかもこいつ、しっかりステータス振ると大砲互角になったりとかするんですよね。もう本当意味がわからん。めちゃめちゃ強いですね。裏でも4角になるんで、超強いです。はい、で次ですね、スケ。最近やたら流行ってますね。まあ、何が強いのかって話なんですけど、まあ、必ず金バッジ以上は欲しいっていう敷居はあって、そこ力も絶対欲しいってちょっと敷居高いんですが、そこまでやった場合流し勝てます。極端な話、もちろん必ず勝てるわけじゃないですよ。
ただ極端な話を言えば流せば勝てますっていうキャラなんですよ。このキャラの強みは、まず流して相手が進撃しかいなかった場合、勝ち、ほぼ勝ち確定。コスト差がどんどん生まれて、相手のキャラがどんどんいなくなる。こっちはスケ1体出すたびに、相手が、中型切ってくれたら、相手がその分中型1体減るけど、こっち1回復活するから2体分になるんですよね。だから剣士とかで止めないといけないんですけど、もう金スケとかになると本当にそう簡単に止まんないし、はい。で、もう1個、相手の大型を引っ張って重ね出して瞬殺。もうそれによって、スケが残りながら瞬殺してこっちの大型を減らさずに済むという。もう、瞬間火力と、圧。流し性能。それが高すぎて、まあ、魔導とか、クエフラとか、後ろいたらそれはしょうがないですけど、もうそれはもうね、しょうがない。そしたらドローリすればいいだけなんで、まあ、もしくはスケ以外のキャラで頑張ればいい。はい。やって損はないキャラだと思います。マジで熱いです。で、加工がね、されんのかなって感じなんですよ。なのでかなりいいキャラだと思います。はい。で、次ですね。お次は、もうラストか。今何体紹介しました？アリンコ、ベビー、ヘッジホック、チビドラ、スライム、フェアリー、カマキリ、チビホワ、スケ。じゃあラストですね。フランケン。はい、フランケンです。フランケンさん、このキャラですね。出すだけです。はい、以上。あんだけ弱かったはずなのに。今は壊れです。マジで。HP がね、まず、やばい。よいしょ。HP がトロールと同じぐらいまでいくのかな ?1246? あー、トロールよりちょい低いぐらいかな。はい。ただね、まあ、それぐらいトロールに近いぐらいの HP までいって、まあ、ステータスが高く、で、剣士ももちろん一角。で、飛来心。これが1回4個巻くんですけど、4個プラス、まあ自分本体にもついてるんで、1回に5回の場所から5回にね、電気がスパーンって雷が落ちてくるわけなんですけど、広範囲かつ攻撃力、これが永久に落ちてくる。消さないといけないんですよね、飛来心を。それが本当にエグくて。で、一番やばいのは、中型につけます。中型が死んだ時に飛来心落ちるんですよ、その場に。で、また雷始まるんですよ。だから落ちてる飛来心に大砲を打つか壊す以外選択肢がなくて、で、2体いるじゃないですか。なのにこいつ。もう本当に強くて。なんか一生コスト勝ちできる。なんだろう。なんだろうな。一生コスト勝ちできる、そう簡単に抜かれない安定したカンガルーみたいな感じ。言うなれば。うん。しかも範囲がやべえんだよな。本当に。今、情報されたばっかのこのキャラ、今育成すれば多分一番最高のタイミングなんじゃないかなと思いますね。今育成すれば一番美味しいタイミングで育成完了するんじゃないかな。で、無双できると思いますね。フランケンは正直流行ってほしくないけどマジでやばい。最近ソロとかでも裏フランケンとかでやってる人めちゃめちゃ増えてますね。それぐらいフランケンやばいっす。こいつがチビフォアと同じ 1,2 を争う壊れキャラだと思ってます。個人的には。はい。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。そしてね、皆さん、祝ナンバリング1000本目の動画ですね。ありがとうございました。これからも動画、投稿続けていきます。今、白ドラの動画投稿やってますが、他のゲームもね、今、企画作成してまして、今後ね、いろいろやっていきたいと思ってます。まあ、楽しい動画をね提供できたらいいかなと思ってますので、もしよかったら、またぜひご視聴ください。そして、皆さんね、よかったらね、初めての方もチャンネル登録していただけたら嬉しいです。基本的に白ドラは1日2本以上動画を上げてます。まあ、大体2本ですね。で、それからですね、他にも定期的に他の動画を上げていく予定なので、よかったら皆さんぜひまたご視聴ください。それでは、お疲れ様です。